した本当に。まあ一応今6時半か、6時半ぐらいにもうね出発して、まあ7時前にはね到着して切符買って、まあね虫が比較的少ないであろうねフェリー乗り場の方でぐったりしようと。もう明るくなってきてますね。このぐらい、このちょっと明るくなったぐらいにね撤収する感じが良かったかな。うん、空も見えてきたな、晴れてんな、風も少ないし、良かった良かった。まあ、結局ねお土産とか一切ね買ってないとかというかね見てないんでね、まあねスーパーでなんか屋久島のお酒とかいうのがねまああったなっていうぐらいで、うん、そこはちょっともったいなかったかな。やってんだよね、よかったよかった、なんかやってますね。うん、たーさすが100リッター150円ですよ。これでねガソリンの方が満タンなんで安心してね走っていきますね。今ね到着、まあ、とっとと手続きしてね行きましょう。中ヶ丘公園でね、予約取ってたらね、なんかロケットの打ち上げありますよっていう感じでね言われて、打ち上げがあるっぽいんでね、そういうのもね見てもいいのかもしれませんね。ここはここで海岸広いな、遊泳禁止ですけど、あっち登れんのかななんか建物あるなって。この海岸ねいいね。まあ辺りをねブラブラと走ってからねキャンプ場行こうかな。禁止、うん、しかしねここの海ね、まあ、結局上からね写真撮るだけで終わりましたけど、 あれが発射場かな、かな。
っぽいぞ。よし、とりあえずね、今日のキャンプ場到着しました。ん？打ち上げ見れるのか、やっぱり。おー、なるほどね。まあ一応このね、水場のあるここがね、一番いいかなとね。ということでね、この辺に今日はしようかなと思っています。ここにね、連泊するんで、まあ横の一つと多少ね、間さえ空けときゃいけるでしょう。まあ一応ね、設営と荷物のね、搬入終わりました。今日はね、風があるんで、一応ね、ガイロープ張って、まあ、風に強くしてますけど、まあいらないかもね。ではまず温泉センターの方にね、行きたいと思います。まあここにね、トイレあるんで大丈夫かな。まあそっか、ファミマあんのか。まあね、晩飯こういうのもいいんだよね、豚骨ラーメン。あそこのなんとなくボロっちい感じの場所かな。おー、どこ行こうかな。いやね、温泉入ってきました。ここね、うん、300円の割にはね、サウナとかねあっていいかもしれない。まあシャワーがね、ちょっと使いにくいのと、あとね、まあ石鹸とかボディーソープとかああいうのがないぐらいかな。まあ300円なんで十分でしょうってな感じでしたね。休憩所もあるし。でも飯はどこにしようかな。さっき通り過ぎたあそこにしようかな。ん？鮮魚精肉、あれ？いいねあった。向こうもあるじゃん、タバコとか焼酎か。あ、じゃあいいや。一応ね、晩飯買ってきましたが、まあね、やっぱ高いねまあ離島だし仕方ないかな。そんなわけでね、戻って晩飯作りましょう。しかしここね、使った方が良かったかな。いまいちね、わからないんで使わなかったんですけど、ちょっとね、夕焼けっぽいんで、あの上登ってね、見てみましょうかね。Thank you.